改めまして、ビートルズ大学学長の宮永正孝です。ビートルズのレッド・イット・ビー50周年記念版が発売されて世界中が聞き込んでいる中、今度は映画の予告編が公開されました。タイトルはザ・ビートルズ・ゲット・バック。そもそも1970年の5月にアルバムレッド・イット・ビーと映画レッド・イット・ビーが封切られたわけですよ。だからアルバムレッド・イット・ビーは新作映画のサウンドトラック版という側面も持ち合わせた全曲新曲のビートルズの最新アルバムだったわけですよ。でこれが1969年の1月の丸1ヶ月間かけて撮ったドキュメンタリー映画で、一つの偉大なバンドが解散を余儀なくされる、そういう人間関係になっている様子を図らずも真空パックした、そういうドキュメンタリーだったんですよ。そして同じ1970年の4月、一月前にポールがすでにソロアルバムを発表して、それのマスコミ用のプレスリリースの Q&A でもうビートルズのメンバーとは一緒に仕事はしないっていう、そういう形のポールの答えがあったから、もう大騒ぎのその中、翌月5月に映画とアルバムが出て、みんなビートルズ最後の作品、そっか、こんな状態だったら解散するのも仕方ないなと世界中がしみじみ思いながら、最後のビートルズ作品として愛した、そういういわく因縁付きの作品なんですね。だからレッド・イット・ビーの映画はアカデミー作曲賞まで取ったのに、そして世界中で上映されたのに、私が普通に中学高校そういう時もリバイバル上映されてましたよ。それなのにビデオの時代になってもビデオ化されず、レーザーディスクの時代になってもレーザーディスク化されず、まあ本当にマニア用のレベル2で言えば、アメリカで一瞬だけビデオとレーザーディスクが出てすぐ回収になったので、マニアの間では高値を呼んでたんですけどね。まあまあそれは置いといて、ビデオもレーザーディスク化もされなかった。 DVD の時代になっても DVD 化一切されなかった。ブルーレイになっても一切されないまんまの、あれだけメジャーなバンドの劇場用映画が封印作品になってるんですよ、50年以上。そんないわく因縁付きの作品で、なんか聞くとその映画のいろんな場面を思い出してですね、ファンとかはなんかあの一心同体だった笑顔の4人っていうのを思い浮かべるのが難しい、そういうアルバムになっていたと。だからレッド・イット・ビー50周年記念版っていうのは出るんだか出ないんだかとすらマニアの間で囁かれてたのは、そういういわく因縁付きなんですね。だからこそ私は、もしあの69年の1ヶ月丸ごとを撮ったドキュメンタリーの未公開のフィルムを使って、4人の笑顔にあふれた楽しい場面、サニーサイド、それを中心に世に出すことができれば、歴史の捏造ではなくバランスを取る、あの悲惨なとこばっかりをまとめたドキュメンタリーも、あれも事実でもそうじゃなく楽しい場面もいっぱいあったんだよっていうのをまとめたら、それも事実、それでバランスが取れるから、封印作品のレッド・イット・ビーという映画もきちんとソフト化されるんじゃないかと私は予言していたんですよ。それはレッド・イット・ビー・ネイキッドっていうアルバムを出した時から、そのタワーレコードとかでいわゆるループでずっと流れる宣伝用の映像が、あえて笑顔にあふれた今まで見たことない場面で構成してたんですよ。でポールとリンゴが、僕らはあの時期でさえいざ演奏が始まったら一心同体になったもんさって言ってるんですよ。だからこそその映画制作がアナウンスされたこと、そしてそこからだいぶ経ってタイトルがザ・ビートルズ・ゲットバックとなった、そしたらビートルズ側はアナウンスしたんですよ。でその映画の公開がコロナで伸び伸びになって、
50周年プラス1年が経った今年配信になったっていうのは怪我の功名というかですね、嬉しい誤算で、なんと2時間かける3部作を3日連続で配信して、その後見放題にするとアナウンスされたんですよ。これ劇場公開だったら映画館で1日に何回回せるかで収益が全然映画館側も違ってくるんで、制作会社とかプロデューサー権限でどんどんいろんな作品、監督はここも切りたくないって言ってもバッサバッサ切らせるっていう歴史があるんですよ。だから良かったんですよ、コロナで配信になるってことで。2時間かける3部作、それはポールやリンゴやヨーコ・オノ未亡人やオリビア・ハリソン未亡人がですね、例えば屋上の最後の演奏シーンはどっかカットしたりせずに全部これ見せるべきよってみんな言ったと、そういう場面が山ほどあったっていうんですよ。だからクライマックスとなる屋上の演奏シーンはノーカットだっていうことまでもうすでに情報が伝播してますよ。そういう形になったんですね。これがまず標準が定まった発表の、だからこそレッド・イット・ビー50周年記念版も昨年ではなく今年出ることになったわけですよ。だからこのザ・ビートルズ・ゲットバックという映画も含めて全部が包括的な、これまでレッド・イット・ビーと呼ばれたビートルズ最後の映画であり、ビートルズ最後のアルバム、あれの50周年を解雇する大きな大きなプロジェクトであり流れなんですよ。だからこそ去年の暮れにクリスマス前のプレゼントとしてビートルズ側はピーター・ジャクソン監督が作ったモンタージュ、5分くらいのモンタージュ、これは監督が前説で言ってましたよ、これは映画の予告編ではありません、予告編は来年になったらきちんとやりますと、これはどんな雰囲気の映画になるのかっていういろんなイメージですと、モンタージュですっていうんで、もう鮮やかな色で、しかも誰も見たことのない映像が矢継ぎ早で、やっぱり笑顔にあふれてた。で、世界がクリスマス前、コロナ状況でありながらクリスマス前にみんなの顔に微笑みが、さすがビートルズっていう感じの、そういうことを去年の暮れにしたと。で、予告していた予告編がついに先日公開されたんですよ。これがまた感動的でですね、この予告編をですね、私なりにインプレッションを提示したいと思います。これその後日本語字幕版も発表されたんですけれども、私はこのメモは日本語字幕がない状態で書いた自分なりの翻訳で解説していきます。まずですね、ガラーンとしたスタジオでビートルズが車座になっている風景、そこに文字が出てですね、1969年1月撮影チームはビートルズが仕事する様子を類を見ない密着取材で依頼されたっていうんですよ。でまた次の文字が出て、その結果57時間以上にわたるこのバンドの前例のない密着映像が残った。でここでですね、ジョン・レノンの Don't Let Me Down が流れるんですよ。 Don't Let Me Down、 僕をがっかりさせないでくれ、だからビートルズがあんな喧嘩別れみたいになって解散しちゃったっていう、その世界中のファンの声みたいな意味もダブらせて味わうことも可能でしょう。でずっと Don't Let Me Down がジョンがシャウトしてるね流れると、今まで見たことのない映像でリップシンクして音声が流れるわけですよ。わ、この服のジョンも見たことない、この服のジョンも見たことないっていう Don't Let Me Down 歌う場面。それでまた文字が出て、その映像は保管庫に厳重にしまわれていた、50年以上未公開のまま。でジョンがですね、調整卓に座って、これも見たことない映像なんですが、ゴーっていう感じの動作をして、またパッと文字が出て、今日まで出てるんですよ、ついにそれらが公開って意味で。でここで監督のマイケル・リンゼ・ホッグがですね、
これマイケル・リンゼーホッグって、最近はマイケル・リンジーホッグってなぜか一斉に統一し始めましたけど、何十年もビートルズの日本の文献はマイケル・リンゼーホッグってずっと言ってたから、そのまあロナルド・リーガン大統領っていうのがある時からレーガン大統領ってみんな統一したりとかですね、そのビートルズがロックで初めて野球場でコンサートした会場シェアスタジアムって、これも何十年もビートルズの日本の文献で言ってたのが、2000年代入ってからかな、メジャーリーグが日本でみんな見る人が多くなって、そっちのカテゴリーではシェイスタジアムってみんな言ってるっていうんで、そっちに音楽雑誌とかもカタカナ表記統一し始めて今に至ってますけど、マイケル・リンゼーホッグもずっとその見慣れてた、それがマイケル・リンジーホッグって最近なってますが、まあ私は適当にその辺、別にね、公の文書ならその編集部の表記統一に従いますけど、ここで喋る分には自分で成り行きでいろいろな言い方言うかもしれません。でマイケル・リンゼーホッグ監督の声でですね、ビートルズを撮るから静かにっていう声がして、そこでジョージがですね、音声とまたうまいことジョージがこのセリフ言ってるんだよっていう声の主を明らかにする感じで、ジョージの画像とシンクロさせて、え、僕らの会話まで撮ってんのっていう、そんなのもあってですね、もうビートルズみんなストレスたまる1ヶ月だったわけですよ。でここでですね、ポールが初期のゲットバックの歌詞口ずさみながらですね、このジョージョが求めてるものっていうのをなんかいいぴったりの歌詞ないかなとかって言って、でリンゴがですね、このリンゴですよ、ジョンでもジョージでもないリンゴがですね、ボソッとなんか言うんですよ。ほんでこれがオチになってその場面終わるんですけど、それがですね、何遍も聞き直したら For Blast From The Past って言ってるんですよ。これでピンときた方はなかなかのマニアですね。これ70年代中盤にリンゴが出したベストアルバムのタイトル Blast From Your Past と同じ、 Blast From The Past って意味はですね、過去の輝かしい思い出とか過去の懐かしい思い出っていう、それをですね、ジョージョが生まれ故郷を去って、その理由、何を求めて生まれ故郷を去ったかっていうのは過去のいい思い出とかってリンゴがボソッと言うと、それはまさにこの時期のビートルズともダブル感じで、過去は一心同体でよかったよな、あれに戻りたいっていうゲットバックプロジェクトだったり、いろいろ読み解けるわけですよ。読み取るっていうか鑑賞できる、各自のそんなもん正解も何にもなくて、どこまで味わえるかの話ですよ。でそのまた字が出てですね、ビートルズは新作アルバム用の作曲および完成まで3週間しかなかったって言うんですよ。まあいろんな訳し方できますよ。3週間に満たない期間で終えねばならなかったとか。でポールの声でですね、まだ14曲全然できてないけど、これについてどうするかをみんなで話したいんだとかって言ってると、でジョージがですね、満足のいく水準の作品何曲くらいレコーディングできてるのって聞いたら、ジョンがノン、全くない、なしだっていう答えてると、この辺から不穏な感じで I've got the feeling が流れるんですよ、バックに。でまた文字が出てですね、ビートルズはテレビショーの新曲コンサートとその舞台裏ドキュメンタリーを映像に残そうとしているのだって出るんですよ。でまたポールのセリフっていうか声が、どんなショーにするか誰一人アイデアを持っちゃいないんだとかって言って、屋上に出て見てるポールと監督のマイケル・リンゼーホッグと、あとイーザン・ラッセルっていうその時期を抑えた写真家と、でグリーン・ジョーンズ、そのレコーディングプロデューサーとして招かれた、それとマル・エヴァンスっていうローディーとリンゴがポールと一緒に屋上上がってるシーンが一瞬入ると、これは歴史として最後結局コンサートっていうより屋上で演奏したんだよなって歴史としてもうみんな知ってる、それが伏線でパッと一瞬インサートされるわけですよ。でですね、文字がまた出て、
3年前からビートルズは観客の前でのライブをやっていないって出るんですよ。でジョージがスタジオでこの Something in the way she moves の Attracts me って彼女はどうやって僕をときめかせてくれるかっていう部分、歌詞どうすればいいと思うって聞いてるのに、ポールは無視してですね、ジョンなんかはですね、思い浮かばなかったら適当にそこの部分思いつくまでカリフラワーとかなんとか入れて歌っちゃえばいいんだとかって言ってるんですよ。でジョージがムッとする表情も確信犯でインサートしてると。でここで I'm in mine が流れるのは象徴的なんですよ。ジョージがみんなが俺が俺がってばっかり言ってるっていう、そんな思いであの時期に書いた曲なんですよ、 I'm in mine。だから後に志村けんさんが「アミマユヤユ」って言った時、あこれアイミーマインっぽいとか思ったんですけども、まあそれは置いといて、でここでカレンダーが映って1月19、20ライブショーってこうカレンダーに書き込まれてる。で次々バツ印つけられてですね、でポールがとにかくコンサートはやるしかないんだと。昔だって緊張する気持ちを僕ら乗り越えてきたじゃないかみたいにみんなが言ってる声が聞こえると。でカレンダーやがて1月11日まで×印ついて、1月12日ジョージとミーティングって出るんですよ。でジョージの声が入って、ショーは全てもうなしにしたい。でリンゴなんかがですね声で、ジョージとのミーティングは意義深いものだったと、結局は決裂したけどって、そんな音声入るんですよ。でカレンダーが映ってジョージ脱退って出るんですよ。でマイケル・リンゼイ・ホッグ監督の声で、次に我々はどうすべきだと思うって、そう What's our next move って言うんですよ。でジョンがですね、とりあえずジョージの楽器を山分けしようって言うんですよね。ジョンらしいというかですね、もうなんか大変な状態になったらそうやってジョークで受け止めるしかないっていうのを、ジョンは多感な思春期に大好きだったお母さんを自分の友達の目の前で自動車にはねられて死ぬっていう、そんな事故を体験してですね、うん、いろいろあったんですよね。だからこういうジョージが抜けたの大変なことだっていう時も、次我々はどうしようかって監督が言った時に、ジョージの楽器をあげようって言うと。だから英語ネイティブの人は予告編のこの部分で笑ったりもするけど大変なことだなっていう、これ全部筋書きがない、つまりドラマ、フィクションドラマじゃなく全部本当にあった事実のドキュメンタリーだっていうのがすごいですよね。で1月19、20日のライブショーズって書いてあるところがキャンセルドってカレンダーが変わるんですよ。でジョンとヨーコが仲睦まじく踊ってると、その4人の聖域だったそのレコーディングとかの現場にヨーコさんを連れてきて、ずっとジョンはもうビートルズよりヨーコさんに首ったけで、ずっとそうやって踊ったりとかですね、ジョージの I'm in mine なんかにまさにその参加せずに踊ったりしてるのが昔の映画のレッド・イット・ビーでもありましたよ。でジョンがいない、ジョンとヨーコが遅刻していなかった日にみんなで腹を割ってミーティングした、その場面がパッと出てですね、ポールなんかはですね、もう50年も経ったら、今から50年も経ったら本当にバカバカしいことになるよと、ビートルズはヨーコがアンプの上に座ったから解散したなんてまことしやかに語られることになっちゃうよ、このまんまじゃっていうような、そんなことが出て、うわー50年経って本当にそれも未だに根強いビートルズ解散の一因として語られてるよなとかですね、その頃50年後なんてもう遠い遠い未来だったんだけれども、でここでですねビートルズ4人がまだコンサートをやってた時期のお辞儀をする場面が出るんですよ。これ皆さんさようなら、僕らは解散ですという意味でも取れるし、そして何と言ってもそれがビートルズの日本公演の7月1日昼の部の映像を使ってるんですよ。世界中のコンサートの映像でビートルズが4人をお辞儀してる映像なんて山ほどあるのに、あえてそこ使ったのはビートルズ偏差値の高い、ビートルズ民度の高い日本のファン、
そこへの絶対にサービスなんですよね、これ。ポールはだって最近のアルバムとかでも全部日本版だけなんでボーナストラック他の国より多いのって世界中のファンが書き込むフォーラムとかでもみんな日本羨ましがってますよ。それはちゃんといかに日本のファンはきちんと味わってきちんと研究してるか分かってるからなんですよ。それは湯川玲子さんとポールのニューっていう会心作が出た時、しかもそれを初めて生で披露するワールドツアーの行き先に日本を選んで、まだ日本にポールもいる時に湯川玲子さんと語り合った、そういう取材をした時があるんですね。まあそれはビートルズ来日学の取材も兼ねて、せっかくそのコンサートを見にオランダから一時帰国してるからっていうんで湯川先生にも取材させていただいて、来日学の取材だけじゃなく、せっかく今ポールがいるしニューが発売されたばっかり、ましてやそのポールの来日コンサートを大成功に導いているのが湯川さんの息子さんっていうことでですね、それもきちんと普通にメディアに報じられていたんで、その辺も含めていろいろと取材させていただいて、来日学用のインタビューはまだ発表の場がないんで未発表なんですけど、連載が途中で終わっちゃったんで、レコードコレクターズさんの都合で、うん、でもそのニューおよびポール日本公演、最近のポールに関しての部分はすでに執筆して発表してます。そのアーカイブなんかもオンラインキャンパスの会員になればご覧いただける状態でアップしてあります。まあまあまあ、その時に湯川玲子さんもそう言ってましたよ。ポールは日本のファンがいかにきちんと味わってくれてるか全部知ってますよって。やっぱそういうことで66年日本公演7月1日昼の部のお辞儀の場面を入れてあるっていうのは、これはもう絶対にそういうことなんですよ。他のどこの国のライブでもない、日本のを選んでるのは。で字が出ます、この11月で。ポールがですね、僕らはなんか壁にぶつかった時にいつも本気出してたじゃないかって言って、ここでジョンがですね、 All we've got is with us What you think って言うんですよ。だから僕らが持ってる全ては僕らにあるって、これだからいろんな解釈できると思うんですが、俺たちやったらやれるよな、俺たちの力があればやれないことはないさっていうような、いろんな解釈できると思うんですよ。で What you think、 そうだよなって言って、ここでジョージがパッと映って、次にポールがパッと映ったら、僕もそう思うよってポールが眉毛をクッと上げてですね、ジョージの方向を見る感じのエディットしてあるんですよ。そんな時ポールのボーカル始まるんですよ、レッド・イット・ビー。苦しみ悩んでいる時にマザー・メアリーが僕の夢枕に立ってっていう知恵ある言葉を授けてくれる、レッド・イット・ビーって流れのまんまにっていう。だから分かったんですよ、これ台本のない本当にあった4人のドキュメンタリーでありながら、まるでハリウッド映画のように起承転結、なんか主人公たちがいて、それがとんでもない状況に巻き込まれて、このまんま負けちゃうのかっていう時に反転に出るんですよね、主人公。よしって、その困難を乗り越えようとする、その場面に来たんですよ。うわーすげー、全部本人たちで、全部事実で、それなのにドラマもある、で笑顔もいっぱいありながら、ただあの時期は楽しかったんですよっていうんじゃなく、本当にありのままのあの時期、何が4人を襲ったかっていうのもありながら、一つの友情で乗り越えていく感動の物語まで立ち上らせるすごい作品になるんだっていうのが分かって、胴震いしましたね。すごいですよ。それでいきなりジョージがまだ背がちっちゃい子供の、本当にクオリーメン時代、ビートルズの前身バンドのそんな時代のジョンもポールもセルロイドの人形みたいにツヤツヤの若々しい、ジョージは本当にまだねんねみたいな、そんな写真からですね、あとポールがまた
今のレッド・イット・ビーの時期のポールで宙を見上げてピアノを弾いてる、それもまたこのレッド・イット・ビーの声とシンクロさせるように挿入してですね、でまた初期のハンブルグ時代のステージでジョンとポール、そしておどけてるジョージとかですね、で現在のアップルスタジオで並んで演奏するジョージとジョンとか、でデビュー前のポールとジョンがマイクの前で歌ってる古い写真とか出るんですよ。でグリーン・ジョンズがアップルスタジオでレコーディングしてる最中のビートルズにですね、もう一回演奏するって言った時にですね、イエスって言って、ジョンがですね、またこれいい言葉言うのをちゃんとここでエディットでやってるんですよ、さもなきゃ俺たちもう二度とやるチャンスはないからなって言うんですよ、笑って。これはこの声発したアップルスタジオでは深い意味なかったんですよ。でも50年経って出た時に、本当にこの映画はゲットバック、あの状態の4人、仲のいい4人が戻ってきましたよみんなの前に、とかいろんな意味まで浮上するわけですよ。その後ジョンも亡くなり、ジョージも亡くなり、本当にあん時が4人でやった最後だったんだねっていうようなことも含めですよ、69年アビーロードも含め、いろんなポールの思いとかもありますよ。で笑顔のビリー・プレストンなんかも、そうそう、アップルスタジオに移ってからビリー・プレストンっていうみんなのムードメーカーで、みんながパーッと明るくなる黒人キーボード奏者まで加わったんだよなとかですね、それがレッド・イット・ビーで、ここで終わりかと思うじゃないですか。そしたらゲットバックの完成版が流れて、監督ピーター・ジャクソンって出てですね、路上でのファンにインタビューして、今ビートルズ見たいとしたらどんなビートルズ見たいですかって言ったら、みんなライブショーって言うんですよ。でまたポールが打ち合わせで、やっちゃいけない場所でショーやるべきだよとかって言って、で路上で警官が歩き回ったりする姿がインサートされるんですよ。それは屋上で演奏して、もう道路がもう混雑しちゃって警官まで来る騒ぎになったっていう歴史を知ってる人に向けて、どん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 そこに向かっていくわけですよ。でマイケル・リンズホーク監督がですね、ちょっと危険すぎるな、君たちが全員殴られたりしちゃったりするかもよって言って、みんながドッと笑ったりする場面もあると、その時はみんな本人たちも最終的にどこで演奏するかも全くまだ見えてない、我々だけが歴史を知ってる神の目となって見てると、でバーンと字が出て、三部作公開イベントを体験せよ出てですね、でそのゲットバックの歌が終わって、ゲットバック歌い終えてるポールとかジョンの顔もスマイル、もう昨年末のピーター・ジャクソン監督が発表したモンタージュだったらジョンはふんっていう感じだったのに、今回はもうすんごい明るく、しかも明るくイエーとまで言ってですね、でタイトルがザ・ビートルズ・ゲットバックって出るんですよ。で、ああここで予告編終わりでもいいのに、次いよいよサビルロー街っていう、もう紳士服のサビルローって背広の語源になったんですよ。これも私が新宿でのビートルズ大学で初めてレッド・イット・ビー・ネイキッドが出る時賞味法で言った、そこ以降日本で普通に文献でいろんな人が書くようになったんですよ。サビルロー街は服に詳しい人だったらみんなロンドンの高級仕立て洋品店の立ち並ぶ街で、そこが背広の語源って知ってるけど、音楽ファンでそれも知ってる人っていそうでいなかったんですよ。だからその時に初めて言ったのは、私は知ってます、なぜならそれ以前でそれに言及した文献、日本の文献見たことないから何十年も。まあまあまあ、それはプチ自慢として、というか歴史の事実として読み人知らずにならないようにきちんと残す、後でうやむやにならないようにという、自分が後世の人間だったら残しといてくれてありがとうって思うようなことは、もし自分しか知らない場合は言わなきゃそのまんまになっちゃうってことで言ってるんですけどね、実はね。
で、サビル・ローの混んでる狭い通りがバッと映るわけですよ。低いアングルでですね。で、ポールが屋上に出てきて、もう次々とですね、リンゴがドラムセットをこうセッティングしたり、もうジョンとかジョージも位置について、その時にまるで心臓の音みたいに、ドックン、ドックン、ドックンって一人ずつカット割りで挿入されるんですよ。ランチタイムで道歩く OL たちとか、ドックン。で、カチンコが鳴って、はい、回ったってなって、で、ジョージのカウントで、ワン、ツー、スリー、フォーって、そのワン、ツー、スリー、フォーで、どん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 カメラロングになっていくんですよ。屋上の4人を、別のビルの屋上からロングで捉えてる、そのショットが。で、11月25日、開始って出るんですよ。で、最後に配給会社のロゴが出る。ディズニーって出て、わあ、そういえばそうだ、このザ・ビートルズ・ゲットバックという作品はディズニーとビートルズが手を組んだっていうことでもものすごい話題になったんですよ。発表された時、夢の顔合わせって誇らしげに結んでる感じも伝わりますよ。そうだったそうだったと。で、しかもディズニーっていうロゴの上にキラーンとなってプラスって出るんですよ。ああそうだ、これは21世紀の、しかもコロナ時代に我々が配信という手段で見るっていう、そういう形だからディズニーじゃなくディズニープラスなんだなとか、いろいろ新時代、21世紀にまだビートルズの年表は更新されていて、それに我々は立ち会っているんだっていうようなこともいろいろと立ち上る、感じてしまう、そういう予告編なんですよね。まあまあまあ、そのくらいにこの予告編だけでも私はこう賞味したっていうことのご報告であり共有なんですね。金沢大学の90分オンライン講義ではですね、この賞味法をもう90分じゃ足りずにですね、さらに50分オーバーして2時間20分の講義でたっぷり語りましたよ。これはだからダイジェストに過ぎないんですけれども、ということでこの映画ザ・ビートルズ・ゲットバック、ほんと楽しみですね。この予告編を概要欄のリンクからお楽しみいただければと思います。